有吉さん大変です。伝説の丘サーファーコンビビーチボーイズが再結成し、都内で記者会見を行った模様です。デビューから50年、こうやってバンドを続けられることが嬉しい。日本のみんなにも50年分のライブ見せるよ。なんだよバカ野郎、ビーチボーイズってアメリカのイケてるロックバンドの方かよ。 T シャツの袖まくり上げた反町と竹野内が浜辺で透かしまくってるクソドラマじゃねえのかよ。だったら別になんもねえわ。